あ、じゃあ出口のところで落ち合いましょう。はい。おーい。蜂めっちゃすごいな。ちょっと寒いっすね。うわ、太鼓太鼓。太鼓やばいね。やばい。やばいって。やばい。いや、やばいやばい。景色は景色は？やばい。なんか違う人だったね、ちょっと。違う人だったね。毛色が違う人でした。俺がね、ちょっと不安なんだよね。まあでも落ちたら言うよ。うん。うん、さっき落ちてたよって。事後で。お前、事後報告ですね。めっちゃニッコニコでした今ね。え、なんだよもうみんな浮かれてんな。浮かれてるよ、浮かれてる。浮かれてたよね今ね。あー、すげえ気持ちいい。ねえ、どっからついてたんだろう、あのウィンカー。あ、そっからか。なんか今あれですね、タンクトップみたいな人いましたね。寒くないのかな。これね、センダボ、困りますね、結構。これ何速で降りていくのが正解なのかっていうのがわからない。あー、2速でも早いですね。あー、早い。うん、1速ですね、これ、多分。あ、そうですか。エンブレ効かすんだったら1速ですね。へー、1速だとこうなっちゃうな、今俺後ろ滑ったな。今1速にバンって入れたら後ろ滑りました。1速でもあんまりエンブレ効かないんで、やっぱこのぐらいがちょうどいいのかなと。ちなみに僕は3速ぐらいがちょうどいいです。私は1速ですね、これ。なんかうまみが落ちてます。はい。うでもあの下りの方がやえーする余裕はありますね、右手やえーが。そうですね、うん、スピードは維持してくれるんで。そう、あの日本は左車線だからね、やえーが、これができないんですよね、これが。ああ、できないですね。本当はこれがかっこいいんだけど。そうですね。おっと、なんか前の人やえーしてるように見えたんですけど。なんか静かだな。ねえ。イェーイ。イェーイ。おお、レプソルだ。千田物のレプソルでしたね。うん、すごくかっこよかった。ねえ、興奮しちゃう。かっこいいな、やっぱ。一瞬あのバイクがいないのにやえしてるなって思ったんですよ。やばい、そんな見えないバイク見えたって、うん、あれれと思って。でよくよく考えたら、あ、切れたのか、静かだなっていうね。それところですよね。びっくりしました。そうですね。チャリにも手を振った。チャリも返してくれる時あります。ありますね。チャリは多分今戦い中ですからね。戦いでしたね。これは厳しいですね。楽しんでる人もチャリの人も結構返してくれますよね。そうですね。あ、トレーニング中の人はちょっと自分しか見えてないんで。まあそりゃそうですよね。なんかこの先バス停って書いてますよ。そうですね、何か所かありましたよ。すごい。最高の景色ですね。急にスピードが速くなった。うん、そうだね。みんなちょっと下りはやっぱ怖いよね、ちょっと。いやー、気持ちいい。自然にスピード出ちゃうからね。おー、いいね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 、前の二人良かったっすよ、今。絵的に。うわぁ。聞こえたわ今。叫んでやがった今。じゃあうちらも叫びますか次。そうですね。まあすごい静かな。すごい静かな。あれ、新型のセンダボか今の。え、じゃなんかあれでした。400だった。はい。目がさ、細いとさ、新型の洗濯に見えちゃう。そうですよね。ねえ。LED いいですよね、やっぱ。LED いいね。いい景色、いい天気。いい天気、ほんといい天気だね。でも晴れたのはいいことだよ、ほんと。ほんとよかった。路面も乾いててよかった。よかったね。路面湿ったら嫌だね。嫌だよ。俺は気持ちよく俺でも走ってますからね。
いやもうなんかここずっと往復してたいな。いやわかります。気持ちよすぎてさ。ああ、いや縁はしまくれるし、ああ、おかわりしたいわ。すげえ、すごいいっぱいいる。ホンダ川崎ウェーイ川崎あーダメだ、今ハンクラだから無理。何の音だろう。なんか変な音してたね。でブレーキかな、ピーって言ってた。変な音だって。暑いねここでも。まだ暑いね。地下どうなってんだろ。下界は下界激アツですよ。下界激アツで多分半端ないっすよね。確かに熱中症のところ、なんか天気予報見たらばっかりやってましたね。あ、ほんと。うん、確かに。うわー、うっふー、最高。いや、いい、たまんないっすね。たまんないな。うぇー、つけてる方多いっすね。ん、カメラつけてる人多いっすね、やっぱり。ほんと、ネットブログとでは関係なくつけてる人多いよ。ほんと最近よく見ますわ。ねえ、僕1年以上前はこんなじゃなかった。ねえ、ほんとそうだよね。ここ1年ですごい増えました。増えた。なんなら前ちょっと恥ずかしかったもんな。いやー、今一瞬シールド開けたんですけど気持ちよかったっすね。あー、やっぱクリアの方がね。そうですね。すげえ気持ちよかった。千葉にもねえかな、ビーナスライン。ないねでもビーナス走っちゃったらちょっと千葉見劣りしちゃうな。千葉で一番標高が高いとこってどこですかね。わかんない。こんなないですよね。 2000m なんてないですね。ないです。でもね、意外と千葉も野営返答率高いからね。普通に走ってても野営結構返してくれますよ。おー、こっか。おー、来た。おー、マジかよ。うわー、すげー。おー、すげー。これはすごい。やべー、たまんねー。これはマジやばいっすね。いやほんとマジやばい。マジやばいしか出ないよこれ。語彙力なくなるの。なくなるよ。マジやばい。マジすげえ。マジすげえ。おすげえ。マジすげえとマジやばいだよ。すげえ。マジやばい。マジパネ。マジパないね。左見てください。左。ほら、あの山すごいっすよ。パネー、パネー、マジパネー、マジパネーだ。これすごいね、左半端ない。マジやばい。わ、すげえ。やべえ。うふー。うわ、気持ちいいね。マジこれ秀逸で走りに来れる人うらやましい。ほんとうらやましいよ。いや、気持ちいい。ねえ、最高だね。あ、いやでもこれ長野に住んでたら週一来ますね。来ますね。来ますね、絶対に。ああ、もうここだけでいいわ。ここだけでいいっすね。うん、ここだけでいい。やばいな。やばい、ほんといい。ぬるくなってきた。あ、ぬるいですね。ぬるくなってきた。あ、イエーイ、イエーイ。なんか池田のそれかっこいいんだけど、そのやり方。イエーイ。なんかちょっとかっこいいんだけど。かっこつけてるんじゃないですか。いや、だいたいかっこつけますよね。そうですね。だいたいかっこつけますよね、調子乗ってる時は。調子、そうですね、調子乗ってますから。